してて前髪がちょっと邪魔だったけん分けとった。そう、今日はナチュラル地方です。ナチュラル地方っていうか、今日は6周年の本のトークイベントでした。今日地方モバメ届いてない。え、なんかさ、ソラハちゃんとかパセリとかがさ、ちょこちょこツイートしててさ、うんって思ってたんですけど、メール届いてないんですか？メール届いてない？アプリの方は届いてない？ねえ、アプリでね、撮ってくださってる方は、これはね、非常事態なので、お友達とかにメール届いてる人がいたら見せてもらってください。いつかね、そのメールも届いたらいいな。今日はトークショー、ありがとうございました。私とピオちゃんでやったんですけど、2人のサイン入りの本を予約してくださってた方はその配信を見れて、で抽選で当たった方が会場にいらっしゃるっていうやつでした。ピオちゃんと1時間話して、めっちゃあっという間だった。トークショーもうさ、すっごい緩かったんですよ。すごい緩いというか、もう普通に楽屋のテンション、超ありのままのピヨンヌでお届けして、でももう何でも受け止めてくれる体制で見てくださってて、皆さんめっちゃ楽しかった。何話したっけ、なんかその6周年のコンサートの本も記念してのあれなので、6周年コンサートのこととか、7周年に向けてのこととか、もうあとは全く関係ないこともなんか質問コーナーみたいなして話しました。楽しかった。すごい、今見ました、フルーツがキューってなってミックスジュースができた今すごい、ミックスジュース、ミックスジュース、ミックスジュース。チュルルルギュギュッとチャ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 。なんかいいことあるかもね。チュルチュチュチュ。今日さ、パッツンにしようかと思ってたんですよ。結局分けたんだけど、ちょっと切ってパッツンにしようかなと思ったんですけど、なんか時間いっぱいあったけど、なんだかんだバタバタになっちゃって、結局いつもの前髪にした。
でもこんぐらいさラフな感じのこのなんかグラビア撮影とかの時みたいな前髪、こういうのもねいいですよね。なんかこの前髪はあのすっぴんの時とかにしとったらほんまに寝起きだって感じがするけど、メイクバッチリしとってね、髪もちゃんとしとったら耐えれますね。今日のメイクめっちゃ可愛い、ほんまに？ナチュラリミックスジュース、ミックスジュース、ミックスジュース、ジュ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 、嬉しい。福岡公演最高すぎて名古屋と新潟も撮ったよ。なんてこったありがとうございます、楽しみすぎる。てか名古屋がほんまに想像したとよりもめっちゃ近くって、そうびっくり。もうすぐ名古屋ですよ、ね、3日後、すぐに感じそう。本当に楽しみ。私とまいちゃんは名古屋2日間やった後にアイドルズが次の日から本番が始まります。2日間、やばい、ドキ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 すぎる。長いとアイドルで行きます、うん、待ってます、待ってるよ。名古屋楽しみだな。SKE さんの曲っていいですよね。アイドルズ神戸席も買ったよ。うん、ありがとう。さあ神戸席もあるのでよろしければ。手が疲れてきたぜ。なんかに支えたいけどなかなかない。うん、足体操座りしてさ足にやろう。手持ち配信のちゃちゃん髪ほんまに嬉しい。写真集ネタが出たらセカンド欲しくなるわ。おめえさんやん、さんやん、おめでとう。楽しみ。見るのどこで撮影したんだろう。福岡と宮崎、そっか地元、福岡地元だもんね。いいね。私もセカンド写真集出したいです。ちょっともうさっきから前髪が気になって気になって
そう、海外行きたいです。あの写真集もし次出せるってなったら海外行きたいです。なんかさ、海外だったらハワイとかそういうあったかくて海が綺麗なところがいいってなんか思ってたんですね、前まで。今もめっちゃ最高やんと思うんですけど、でもなんかもうどこでもどこでもめっちゃ良さそうと思いました。めっちゃ寒い地域のところでもなんか綺麗だろうし、アメリカみたいなさところでもかっこいい感じになるだろうし、タイとかそのアジアとかでもなんか美しい感じになりそうですし、なんかどこでも最高ですよね。最近さ、今日も飛行機で福岡から東京来たんですけど、最近本当に最近飛行機乗ることが多かったけん、そう、飛行機ってなんか海外を思い浮かべるんですよ私。そう、海外行きたいな。着陸とともに起きたとかマイキーが言ってた。そう、どっかいつか忘れたけど、最近の飛行機でマイキューと隣の席で着陸した瞬間に私がはって目覚めたって言ってた。私飛行機の離陸と着陸の瞬間がめっちゃ好きなんですよ。でも、まあ、大体離陸は見れるじゃないですか。でも着陸する瞬間毎回寝とって、で気づいたら毎回陸にいるんですよ。めっちゃ悔しいんですよね。そう、一回マジで眠すぎる時に離陸飛び上がる時から記憶なくて寝てて、そうってこともありましたけど、私今思ったらすごいなんかどういうこっちゃって思うんですけど、 STU 入ってすぐに沖縄の総選挙があったんですね、私たちは。で、飛行機もその時私本当にちっちゃい頃に乗った以来だったけん、記憶がないぐらいちっちゃい時に、実質初めてみたいな感じだったんですよ、飛行機乗るの、沖縄行く時に。で、その時あいうえお順に座席なってて、隣が南で私窓際だったんですよ。で、飛行機って耳がキーンってなる印象というか有名じゃないですか、なるじゃないですか。でもう初めて乗った飛行機、実質もう乗った時まだ離陸してないのに、結構離陸するまでさいろんなルートをたどって離陸のなんかレーンみたいなとこに行ってビューンって行くじゃん。このルートをたどっとる時に耳がキーンってなって、そうで南に「あ、もう耳キーンってなった」って言って、でもなるわけないじゃないですか。だから思い込みでした、あれは。おバカでしたね。
そんなこともありました。ね、だいたいなんか物事って思い込みな気がします、最近の私は。なんか最近このさ、耳に輪ゴムを、髪結ぶ時のゴム、黒いをつけると、なんか耳ってツボがいっぱいあるらしくって、あのむくみが取れるんですよ。でもあのきつめのゴムを耳につけちゃって、耳のね、ここがね、切れちゃったの。なんかちょこちょこ切れたことあったんだけど、結構大胆に切れちゃって、初めてで痛いんだけど、結構治ったんだけども、痛いけど、でもあの私最近痛さをあんまり感じなくなって、私結構さ頻繁にいろんなとこ赤くなってさ、痒くなってるじゃないですか。もう痒くなるのが嫌すぎて、痒さと比べたら痛みなんて全然、痛みの方が全然マシやわって最近思うようになった。うん、全然そこまでの痛みじゃないからそう思うだけかもやけど、でもそう、なんか痛覚、そうがちょっとなんかなんていうの、変なくなった。痒いのと比べたら痛いのはまだ大丈夫だって思うようになりました。え、だよね、今年蚊少ないよね。私まだ刺されてないですよ、蚊に今年。ほんまにびっくり。え、本当にさ、本格的にさ、もう明らかにさ蚊が少ないよね。気温が高いけ関係しとん。でも関係してそう。暑すぎて笑う。でも顔ってもいいけん、温度低くなってほしいな。昨日の早口言葉やってほしい。え、私までやりたいってね思っとった。私がいない MC でやってるのがちょっと聞こえて、あの福岡のあれよ、おっとっととっとってって言っとったのにのやつ、何回ね、フルで何回ね、おっとっととっとってって言っとったのに、なんでとっとってくれんかったとみたいなあれなんだっけ、ちょっと分かる方コメントで教えてください。おっとっととっとってって言っとったのに、なんでとっとってくれんかったとっとっとみたいな何回ね。でもこれ有名ですよね、なんか聞いたことある、九州の方は噛まずに言えるみたいな。
わ、ありがとうございます、なおさん。なんでとっとなんでとっとってくれんかったとって言っとうと、おっとっととっとってって言っとったのに、なんでとっとってくれんかったとって言っとっと、なんか変だよねなんか変でしたよね今、待って、おっとっととっとってって言っとったのに、なんでとっとってくれんかったとって言っとうと、わ、ありがとうございます。おっとっととっとってって言っとったのに、あ、言っとったとに、おっとっととっとってって言っとったとって言って大事に難しい。おっとっととっとってって言っとったとに、なんでとっとってくれんかったとって言っとっと、言っとうと、おっとっととっとってって言っとったとに、なんでとっとってくれんかったの待って、もう頭回っとらんかったわ、めっちゃアレンジしてしまった。確かに、でもね、ちょっと一回言えたよね、おっとっとととっと、え、どういうこと、おっとっととっととって、え、とっとっと、おっとっととっとっとって言っとったとに、なんでとっとってくれんかったと、え、これおっとっととっとっとってって何、おっとっととっとっとってなんかすごい、めっちゃあれなんじゃ、え、とっててだよね、え、と、あ、とっとって、とっとっとってって何、一個とが多いよね、あ、とっといてってっていうのを略、とっとっとって、とっとっとって、おっとっと、もう考えれば考えるほどそう、よくわからなくなる、おっと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 ってって、あ、とっとってだよ、あ、2個か、じゃあ広島と一緒や、おっとっとっとって、え、おっと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 ってって言っとったときに、なんでとっとってくれんかったと、奥が深い、夢に出そうでもおっとっとの夢は見たいかも、おっとっと美味しいですよね、おっとっとめっちゃ好き、いやー、なんかね、福岡のね方は体育とかで座っとって立ち上がるときに、いやーって言うらしい、気合い入れるときみたいな、びっくり。いやー、兵庫もちなみに言うよ、え、マジ、中山きんに君も福岡出身なんや、え、じゃあもしかしたらそっから来たかもしれないよね、あ、ありがとうございます。じゃあランキングを読みます。20位十文字さん、19位馬ひとすじさん、18位宮川和幸さん、17位りっくんさん、16位つりけんさん、15位ふうくろさん、14位のりふみさん、13位ドルフィンさん、12位ほわんさん、11位あつさん、10位ジュノラゴさん、9位バンブーホースさん、8位しろうけんさん、7位ユリアピースさん、ラッキーセブン、6位おいでます元気さん、5位ミックさん、4位タカボンさん、3位のぞみ4号さん、スリースリー、2位東京のスワンさん、ツーツーは、そしてそして第1位はブルーヒュン、ヨウイチさん、イエーイ、ありがとうございます、感謝の極みです、えい、ありがとう、えいえいえい、
ありがとうございます。今日はトークイベントと配信とありがとうございました。スクショタイムして終わろうと思います。今日楽しかった、ありがとう、楽しすぎた、ありがとう。ありがとうございました。明日はもしかして平日？頑張りましょう。平日だ、そうだ、今日日曜日だったけんね。そういえば皆さん応援してます。ファイト、頑張ろうね。バイバーイ、おやすみなさい、ぐっすり寝てね。めっちゃぐっすり寝れそう今日。ね、いい夢見てね。